ネオジオミニは SNK より2018年7月24日に発売された一体型の家庭用ゲーム機。1990年代に発売されたゲーム機、ネオジオのゲームソフト40本を内蔵している。定価は11,500円。SNK が1990年に発売したゲーム機、ネオジオで発売された40本のゲームソフトを 収録した一体型のゲーム機。当時の立ってプレイするスタイルの MVS アーケード筐体のデザインを模した形状をしている。ただし収録されているゲームは MVS 版ではなくネオジオ版である。3.5インチの液晶ディスプレイとジョイスティック AB、CD スタート、セレクトの各ボタンを搭載している。スタートボタンの位置、形状は SC 型とは異なる。電源は USB Type-C より供給され、同等のファン用モバイルバッテリーを使用することで、屋外に持ち運ぶこともできる。モデル名はそれぞれ FM1J2X1800、FM1I1X1800、FM1J2X1810。解析によると、CPU は ATM7013 を採用している。HDMI ミニ端子を備えており、 別売の HDMI ケーブルを接続することで外部ディスプレイへの出力が可能。本体量が画面に備えられたコントローラ端子に別売のネオジオミニパッドをそれぞれ接続可能。データセーブ機能も搭載しており、スタートボタンとセレクトボタンの同時押しで設定画面を呼び出してセーブとロードが可能。ゲームのデータを保存や中断を行える。ラインナップは以下の通り。 2は、通常版、いわインターナショナル版、くはクリスマス限定版、さ、は、サムライスピリッツ限定セット、特は、サムライスピリッツ特別限定セットへの収録の有無を示す。2019年11月に発売された、ネオジオアーケードスティックプロを接続することで、本機のゲームを操作することが可能。この、アーケードスティックプロはそれ自体にもネオジオゲームを内蔵収録している。 詳細は、当該項目先を参照。ゲームを内蔵していない純粋なスティックコントローラーは、今のところ未発売。なお、タキシ用のアーケードスティックを単純に USB Type-C に変換し、コントローラ端子へ接続しても動作しないので、注意が必要である。ありがとうございます。